インターネットテレビウィル増刊号デスクの山根です。白川さん、よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマは、はい、中国経済について、はい。でまあ、中国って、まあ、何事も自分をこう大きく見せるじゃないですか、うん、でやっぱり経済もそうなんでしょうか。そうですね、まあ、いいとこついてらっしゃいます。あの中国って今不動産バブル、まあ、不動産バブルいつからってずっとまあバブルなんだけれども、このこう状況が悪い時でもずっとバブルなんですよ、で中国に不動産の大きいところはまあ12個ぐらいあるんですが、その中の最大大手っていうのが中国恒大集団というですね、名前のところで常に大きいという、集団はまああのグループってことですが、あの、まあ、恒大って訳しましょう。そこなんですね。ここはあの創業者の姜海民氏っていうんですかね、読み方、が創業した会社ですが、実はあの香港のギャンブルですね、あの中国版ポーカーっていうのがあるんですが、それでまあ一大人脈を作ってそこで大きくなったっていう、割と海鮮山鮮タイプなんですね、はい。ところがですね、まあ、ここ手広くやってたんですけれども、うん、まあ、ちょっと外部環境が変わってしまったと、まあ、あのトランプ制裁なんかもありましたしね、それで、まあ、あの資金調達に苦しみまして、でついにですね、まあ、中国当局から13兆円の負債、これをなんとか圧縮しろというふうに、求められています。13兆、うん、なか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 でしょう、ですね、うん、不動産会社が13兆の負債を持ってると、うん、まあ、普通潰れますよね、ところがここ潰すわけにはいかないわけです、だからまあ当局がなんとかまあ圧縮してくれと、うんうん、自分たちがコントロールできるくらいまではやれという命令が来たわけです、じゃあどうするかって話なんですよ、はい。でこれ知らなかった話です。あのウォールストリートジャーナルが5月20日これ日本版ですけれども、この恒大のトップの許氏がアリババの、 あのジャック・マッシュですね、の主催の夕食会、これ数年前の話だと思うんですが、そこで爆弾発言っていうのをやるんです、これが、電気自動車製造に参入して2025年までにアメリカのテスラを抜いて世界一の EV メーカーになることを目指すっていうことなんですよ。どうも彼のその、負債圧縮法っていうのはこの EV に参加して大儲けするということ、思いついたらしいんですよ、まあ、思いつく、まあ、発表するのは自由なんですが、どこまでこれ現実的なんですかね、ところはですね、これ、まあ、EV 部門持ってるんですよ。新能源汽車集団という、まあ、あの恒大の、EV 部門ですね、ここ、まあ、株価あの公開してるんですけれども、香港市場で実は急騰しましてですね、4倍になってフォードや GM を抜いてしまうというですね、時価総額で、なんかよく分かんない現象起こったんですまだ車作ってないんですけど、1台も作ってない、作ってない、ただ、あの2025年に、テスラ抜きますって言っただけ、これでね爆上げするんですよね、で手元に膨大な資金が入ってしまうというですね、なんか面白い現象が起こってしまうわけです、だから、まあ、恒大はこれから、まあ、技術を確立して、まあ、あのいろんなモデルを作ってっていうことを計画するわけですね、そうすると、まあ、工場が必要だから広大な工場をいくつも作ると、ですごいことにですね、14モデルを同時並行で開発するんです。ご存知のように車を1台開発するゼロからだとすると数百億とかかかるわけですよ、それを14モデル同時並行で開発と、それ で、でデザインがですね、あの BMW とか、ミニのデザインをした世界的デザイナーのアンダースウォーミング氏を起用と、もう超一流ですよね、はい、でまあその、一大晴れ舞台が今年の上海モーターショーだったわけですよ、でみんなワクワクして見てたわけですよ、とかっこすんごいかっこいい車が9台出てきたんですよ、EV が、でおおすげえって話になったんですが、これ中身がないという、走らない車だったという、模型だったわけです、ね、模型だったわけですよ、でまあ動画もあったわけですよ、こんな車開発しましたっていうんで、まあ、動画を流しておおすげえ車じゃんみたいな話になってたわけですよ、でもその車出てきてないんですよ、で株価はまあその動画が上がった時点で上がったんだけども、これどういうことと、現段階ではもう何も進んでないですよね、ただ行って、デザイナー雇って、なんかそれっぽいのを作っただけっていう、そう、要するにそういうことなんです、そうするとおそらくなんだけど、この恒大グループは
莫大な借金をさらに莫大にしてるはずなんですよ、うん、これね何が起こってるかって話なんですよね、うん、これは中国経済が今転換しようとしてるんですよ、でこれまではインフラに莫大な投資をして経済成長して利益を上げて、まあ、さらにインフラ投資を加速させてさらに経済成長するということをやってたわけですよね、うんうん、もうその投資上げとなるのがおそらくリニアモーターカーなんだけど、うん、この話いっぱいしたんだけどちょっと今選挙準期間に入ったんで言えなくなりましたが、リニアモーターカーに60兆円のお金を割いて、まあ、日本のリニアをやっつけようとしてるわけですよね、うん、どうも日本にもその協力者がいるんじゃないかいないんじゃないかみたいな話もありますが、そういうふうな感じでインフラに投資をして経済成長するというのは中国のモデルだったんです、ところがもうこれ行き詰まってんですよ、うん、もうこれ以上マンション高級マンション作ったって買う人がいないと、まあ、住む人がいないそもそもと、これ以上電車増やしたって乗る人がいないと、そうするとどうするかというと中国製の新しいものを作んなきゃいけないわけですね、中国製で売れるもの、その中の一つが EV なわけです、だからなんとかこのインフラ重視から、車の輸出にこう転換することによって中国経済をさらに成長させようということをやってるんだけれども、内情こんなもんなんですよ、全くこう技術もないと、中身もないと、でも借金はいっぱいあると、で新しいものを、作りますよとプロパガンダをしてお金を集めてなんとかやってると、これハリボテでしょ、つまりあの中国は確かに個人の消費なんかは上向きだし経済も良くなってんだけど、実際のその大企業の内情というのはそういう状態で、確かにこう新しいことやると言えばお金が集まるんだけれども新しいことやれてないんだね、で、不動産の借金なんか莫大に積み上がってると、もう一歩ポーンってしたらパーンって破裂する状態ですよ、これを今続けてるっていうことなんです、いつかまあボロは出てくるわけですが、この EV っていうのは、まあ、日本の例えばトヨタとか、それこそ最近になって、まあ、これからその、なんですかパリ協定とかその CO2 減らさないといけないっていう枠組みの中で開発を始めていて、で、まあ、いわば結構スタートラインが同じというか、中国でも、まあ、今からやってももしかしたら、世界レベルのものがつけるんじゃないかと、で、まあ、中国 の, その潤沢な資金を投入して、ただまあ中国メーカーがそこで EV の覇権を取るんじゃないかというようなまあ脅威論はまあ捨てちゃダメですけども、いやそれはあると思いますよ、可能性はあるんですよ、まあ、そうですよね、はい、あるんですよ、それはまあ技術でも何でも、まあ盗んでも取ろうとしますからね、そうですね、ただまあ一方で、まあ、こういうのが今のところの実態だっていう、そうですね、だから中国経済は決してこう、ダメだとか、崩壊するとは決めつけちゃいけないんだけれども、決していいわけではなくてやっぱり、とんでもないことになる可能性だってあると、反対にもしかしてこの危機を乗り越えて本当に大 EV 企業を作るかもしれないと、分かんないんですよ、ただ今は口八丁手八丁でごまかして、ハリボテの中でやってるというのは間違いないです、でもそのプロパガンダに騙されて、例えば日本企業なんかがそう技術で提携とか、ホイホイとそっちに行ってしまう可能性もあるんで、そこはやめてほしいですね、それはもうアウトです、そんなことやったらアウトです、はい、だから、まあ、EV は確かにこれから伸びるものですけれども、それだけに、まあ、日本はちゃんと技術をしっかり守ってちゃんとしたものを作ると、できれば高級な方の車ですよね、の関しては世界シェアが取れるようにしたいなということです、はいはい、ちなみに白川さんは車好きですか、あ、好きですけど、あの乗りはしないですよね、車見るのが好きという、なるほど、結構です、ね、東京、まあ、僕は田舎出身なんで、やっぱ東京の、まあ、都心にいたら、やっぱりもういろんな高級車、そうですね、まあ、走っていて、まあ、それだけでも楽しいですよね、僕もまあそんなに好きではないんですけど、まあ、昔 の, そのスーパーカーブームの洗礼を受けてるので、ランボルギーニカウンターとかね、そういう洗礼を受けてるので、あの数千万円の車とか、おおって思いますよね、たまに、まあ、月1ぐらいですかね、ロールスロイスとかが見たらなんか、今日なんかいいことあるんじゃないかなと思いますなんだそれはそうですか、はい、ということで、すいません、ちょっと雑談になってしまいましたが、まあ、ハリボテの中国経済注視していきましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。